2023年3月25日、佐藤修一ライブでございます。お彼岸もね、すっかり明けました。そしてあともう6日後、広島県議会議員選挙、告示をされてまいります。明日にはね、もう広島市長選挙始まりますんでね、ちょっと大統領の活動って、制限がかかってきますしね。まあ、今日一日がね、最後のね、最後って言うとあれですけどもね、一区切りというかな、こう、選挙前のね、政治活動、街頭でのね、ガンガンやる政治活動、最後ではあるというところであります。ほんとね、12年間ね、私がね、辞めてから、私がね、県庁を去ってからね、ほんと12年間ね、全くね、と言っていいほどね、広島県政というのが進歩がないというのをね、これびっくりします。まあ、進歩がないどころかね、どんどん悪くなっていく。まあ、人口流出ね、全国ワースト、ね。外国人労働者の方もね、来るには来るけど、県外にすぐ流出してしまう。そしてね、子供の医療費の無料化をね、就学前まで、までしかやらないとね。そしてね、給食のね、無料化もね、乗り遅れるとね。で、国保料独自引き下げもね、しない、数少ない県、参拝規制も全国でも一番緩い部類で、三原や、上安で、問題続発、そしてね、企業もね、官製談合事件、県外の企業ばかり優遇して、非正規の先生は、放置のね、教育合成、そしてね、知事の湯崎さん、教育長の平川さん、現職県議の皆さんは一体ね、何をしてくれたというのでしょうか。ね。ガツンとね、リニューアルにね、挑んでまいります。以下、ね、私のね、講演会からのね、お知らせです、なんですね。ぜひね、今日はね、もうこの後すぐ10時からね、前田ハウジング、浅見並区民文化センターに、私、佐藤修一のね、決起集会を行います。まあ、来賓の方からのね、激励の言葉っていうのがあって、あとはね、私の決意のこと。そしてね、皆さんとの意見交換、こういったことをね、させていただきますんで、まあ、予約不要、参加無料です。飛び入れでも結構です。ぜひね、私、佐藤修一とね、お話をね、していただければというふうにね、申し上げてございます。県政ね、ガツンとリニューアル。頑張ってまいります。それでは皆さん、お会いしましょう。失礼いたします。